そこは中く場所も迷います。トーテム周りは書くとして、足遅いので遠くまで書きに行くべき。あ、一番書くべきは自分がチェイス中に通りそうな場所。こことかってさ、次のチェイスポジに接続するときに絶対通るじゃん、こういうとこ。でここから小屋行くときとか、こういうルートに書くのが大事。チェイスポジ塞ぐってよりかは、そこがトラッパーと違うとこかな。チェイスポジを直接塞ぐんじゃなくて、チェイスポジに行く途中を邪魔する感じかな。で、基本的に移動中はずっと連打基本的に連打でいい。うまい、それうまいです。で、基本的に釣った周りのテリトリーからは離れない。耐久入ったね。